はい、それでは3つ目の話題として、本学湘南キャンパスにおける学生生活ということで、主には学生生活支援についてご紹介いたします。まずはじめに、学内にある、食堂ですけれども、さまざまな建物の中に、複数の食堂があります。学生食堂棟というところがですね、一番大きなところです。それから図書館には喫茶コーナーもありますし、それから本館の地下1階には末広さんに入っていただいていまして、このように比較的緩やかな、広いスペースのところにですね、ゆったりと時間を過ごすことができます。それから学内にはコンビニエンスストアもですね、入っていただいております。また別の建物1号館にはですね、立野商店というところ、小売店が入っていただきまして、普段教科書を買うところもここになりますけれども、食料品なんかも買えることができます。それから証明写真なんかを撮るときに、相沢写真館ですとか、あるいはこういった軽食コーナーですね、ピザやパスタなどが楽しめます。こういったカフェも入っていますね。それから今度は生活の方ですけれども、このようにトレーニングルームなんかもですね、兼ね備えています。トレーナーが常駐して、事前に登録をする必要がありますが、その事前に教育を受けた、トレーニングを受けた、で許可が出たらですね、自由にですね、学生さんも自由にこのようにウェイトトレーニングを使うことができます。はい、続きまして学生サポートですけれども、学習支援センターではさまざまな学習の悩みに対するご相談を受けたり、それから学生相談室、学生生活を受ける上でなかなか心身の疲れが出てくることもあるかと思いますが、そんな時に不安なことなんかをカウンセリング、カウンセラーの方がですね、対応してくださったりと、それから保健室にはと、体調不良の方がいた時に、対応してくださる方もその常駐しています。続いて、奨学金制度ですけれども、学外の奨学金としては、有名、メジャーなですね、ところは基本的にそれぞれ受けることができます。日本学生支援機構ですとか、さまざまな地方公共団体が行っている奨学金制度ですね、こういったところに実際に申請して貸与を受けている学生さんも多くいらっしゃいます。それから現在ではこちらの公務員になる獣医師が地方においては特に不足しているという現状を踏まえて、その後継者を支援する制度なんかも充実しています。それからその他にも産業動物医、獣医師や家畜衛生分野の公務員になるための獣医師、これらを支援する事業なんかもですね、このように盛んに行われています。具体的な学内、次に学内の方の支援制度ですけれども、このようにさまざまな奨学金、あるいは本学独特のですね、創立記念だとか、さまざまな奨学金制度がですね、このように大学院生や学部生をそれぞれ対象として、そういったこと、そういった奨学金制度がございます。一方、就職支援については、就職指導課というところがありまして、就職支援センターを中心に、充実した就職支援、それからキャリア形成を促進するような企画がですね、さまざまな催されています。一方、獣医学科、本学の獣医師になりたい、そういったところの支援もですね、これらとは別に行っています。例えば獣医師採用説明会、病院の説明会ですね、多くの方が目指していらっしゃる小動物獣医師のこの病院と学生さんとの間のこの橋渡しをですね、
私たちは定期的に行っています。ちょっとこれもデータ古いんですけども、現在もこれを行っています。これが実際のその風景ですけれども、本学の卒業生、先ほど申した通りスケールメリットがありますので、全国にある本学の OB、OG の方を中心に大学に来ていただいて、小動物病院のそれぞれの状況をご説明していただきながら、説明、就職に関する説明、採用に関する説明を行っているというような風景です。一方で、先ほど就職、卒業者のところでは、小動物病院と同様に、地方公務員になる方がですね、獣医師の場合多いということでしたけれども、こちらについてもですね、自治体説明会ということで、全国の自治体の方にですね、採用担当者に来ていただいて、それぞれの獣医師の採用についてですね、ご説明をしていただくという機会も設けています。全国の55団体ということで、この年の場合は非常にですね、全国から数多くの自治体に参加していただいて、このような説明会を取り行っております。以上、本学における主には学生の生活支援についてご紹介をいたしました。